バブリーダンスで注目を集めた大阪の高校の卒業生が、道内の小学生を対象に札幌でダンス教室を行いました。ダンシングヒーローを使用したバブリーダンスで人気となった大阪府立富岡高校ダンス部、その卒業生5人がダンス教室を行いました。この教室は道内の小学生の体力が全国平均を下回っていることから、ダンスを通じて体を動かす楽しさを知ってもらおうと開催されました。およそ100人の子どもたちはバブリーダンスやテレビ CM で使われたダンスを体験しました。体験できないからすごい特別な日でした。ドキドキしたんですけど、できて嬉しかったです。およそ2時間振り付けやステップなどを学んだ子どもたちは、改めてダンスの楽しさを感じていました。